仙台市は市が実施した検診の結果を844人に誤って通知していたと発表しました治療が必要な人に異常なしと伝えていた例もありました仙台市は市が実施している特定検診や基礎検診を2016年度以降に受けた人のうち844人に誤った結果を通知していました このうち実際の結果より軽く知らせた人は55人で治療が必要なほど血圧が高い人に異常なしと伝えていた例もありました健康被害につながっていないか聞き取りを進めます一方実際より重く知らせていたのは少なくとも134人でした手書きされた検診の結果をスキャナーで読み込む際に誤りがあったことが原因です 同様のミスは2015年度以前から続いていた可能性もありますが、記録の保管期限を過ぎているため、確認できないということです。